こんにちは、高校野球 .com の栗崎です。本日は7月に行われた第11回少年硬式野球四国選手権大会の様子から、徳島県の聖光学園中ヤングの高橋優選手を紹介していきます。聖光学園中ヤングで主将で4番エースを務めている高橋選手は、182センチ72キロの恵まれた体格を生かして、投げては最速130キロの力のあるストレートを投げ込み、打っても豪快なスイングで高い将来性を見せました。今回はそんな高橋選手のピッチングの様子をご覧ください。将来的には星稜高校の奥川泰信投手のように総合力の高い投手になりたいと話す高橋選手、今後の活躍にも期待です。また高橋選手のインタビュー記事は高校野球 .com に掲載中です。ぜひご覧ください。